おめでとうございます。なんていきなり言われちゃうと続きが気になってスキップできませんよね。見たいものだけ見られるような便利な世の中になりました。しかしその代わり失ってきたものもあるんじゃないでしょうか。そのままでいいなんて言わないで、もっと貢献してキラキラハッピーになりましょう。僕の給料のためにも。